ソイコール桜井敏夫、を、韓国大統領府の金融婚、友軍国家安保室、第一次長は22日。記者会見を開き、23日午前0時に執行が迫っていた、日本との軍事情報包括保護協定、グソマイアについて、 韓国政府からの破棄通告の効力を停止すると発表。日本と対韓輸出管理厳格化について協議を続けるとの条件のもと、日本側も理解を示したとして協定の執行は当面回避。